1655年のティショフツェ連盟の先生、バレリエリアシュラジコフスキが連盟は、ある決まった目的を達成するために、ポーランドリトアニア共和国のシュラフタ、聖職者、都市、軍隊により結成されたアドホックな団体で、認知された悪兵や王権などの権力による不法行為の是正を意図して、武装した反乱の形態を取ることもしばしばあった。そうした連盟は、 国家権力の代わりに、もしくは国家へ自らの要求を押し通すために行動した。これらは共和国における直接民主制度抵抗権の主要な表現であり、シュラフタが不満や国家の中央権力に反対して行動する方法であったと考えられる。13世紀後半に都市の連盟が公共の安全への指示と横行する強盗からの 安全の保障をもたらすことを目的として現れ、1298年にいくつかの都市からなる最初の連盟が結成された。シュラフタの連盟が中央権力に対し向けられたもので、1352年に最初のこのような連盟が現れた。空域の間に連盟が活動停止中の宮廷になり変わり、国内秩序を守り、外部の脅威から国家を守るために結成された。 連盟は1576年からすべてのポーランド王が誓うヘンリク条項を通じてポーランド法において抵抗権として認められていた。もし国王がシュラフタの権利と特権を認めなかったり乱用したりする場合、シュラフタにはもはや国王に従う義務はなく国王に対し不服従である合法的権利を持っていたと述べられている。17世紀に入るとともに連盟は 共和国の正解を構成する一層重要な要素となっていた。17、8世紀において、連盟はマグナートにより組織され、親もしくは、反国王派のどちらかであった。国王によって認められない連盟は、露骨とみなされたが、最終的に国王に認められた露骨もあり、時には、国王自身が参加することすらあった。多くの親国王派連盟は大抵反国王派の、 ものに交往するように結成され、1710年、1717 17年、及び1735年に開催されたもののように、臨時の議会の形式を取るものもあった。連盟は大抵国内の一地域で結成され、共和国の県のほとんどもしくはすべてが参加する総連盟へと拡張することができた。しかし、そのような総連盟でさえ、ポーランド王国王官僚と、 リトアニア対抗国とに別個で結成されるものであった。各々の,の,の連盟はその目的を説明する重要な文書、連盟の決議文として知られるものを持っており、それらは法廷に預けられていた。連盟参加者の追加された決議、サンクティアとして知られるものも、また、法廷に預けられるものであった。連盟の一員は自由意志を持ち、制約を要求される。 連盟の執行部門はそれぞれコンセリアース、カンフェダースジーとして知られる、司令官と顧問団により引き入られていた。司令官及び関連するコンセリアーズは、ジェンダラキとして知られていた。また、連盟には議会に似た大会議があり、多数決により議決を取っていた。18世紀中頃まで、会議の決議は全会一致でなければならなかったが後に、多数決がより一般的になった。 連盟の軍事指揮長官、レジェマンテアーズとして知られていた。また18世紀には、連盟議会として知られる制度が発達した。これは、連盟の支配下で開催される議会のことであった。その第一の目的は、この時代拒否権により麻痺することの多かった国家の政務と違い、リベルムベトによる混乱に対し容易に左右されることを回避するためであった。時折、連盟議会は、 国家の政務を構成する全員によって開催された。それゆえ、その場においては、リベルムベとは行使されなかった。連盟は1717 17年の法により禁じられたが、活動を続けており、共和国の中央権力の弱体化を示す、兆候であった。連盟は5月3日憲法により再び廃止された。しかし実際には、禁令は遵守されなかった。五月三日憲法は、 ロシア帝国と厳しい脅迫を受けて最終的に参加したスタニスワフ2世、アウグスト国王に支持されたポーランドのマグナートによるパルゴビツァ連盟によって1792年中頃に廃止された。次のロシアの軍事介入は1793年の第二次ポーランド分割をもたらした。ポーランド王国総連盟が1812年に ナポレオンのロシアに対する遠征のためにワルシャワで結成されたことが連盟の最後の一例となった。ありがとうございます。